あれれ？やれやれ。行かれてる。え？はあ。
って、おーい、誰かなんか言え。私は本当はとてもわがままな人間だから、だからお願いします、私が好奇になる前に皆さんの手で私を。ダメですか？3つ間違ってるよ。1つ、私たちは絶対に人を殺めない。2つ、無気力なことと引っ込み思案なことは違う。3つ、クスノちゃんはね、自己主張弱くないよ。人を傷つけるなら自分がって、普通そんな風に思えないし、実行しようとするのはもっと無理。自分のためじゃなくて人のために自己主張してる。こんなに強いクスノちゃん、私尊敬する。ねえクスノちゃん、クスノちゃんがよければ。司令、クスノちゃんをお願いします。
で、さっきの話の続きだけどね、クスノちゃんさえ良ければ私たちと一緒に女優やらない？帝国歌劇団で。え？こんな地味で目立たない人に見えないくらいの私が女優？ね、自分のことより人のことを思いやれて、鹿児島からずっとついてくるくらい意志も強くて、そういう人がね、舞台の上でだけわがままになるとすっごく素敵なんだよ。クスノちゃんきっと女優に向いてる。待って、うん、私は反対。女優ってそんなに簡単じゃない。アセビちゃん、悪いけど私は反対。いやいや、帝国歌劇団は入団した人が救われる場所。私たちが人を救うんじゃないの。苦しくても辛くてもそれを芸にして見せるから、見た人が喜んでくれる。それが女優じゃない？でもさ、クスノちゃんが舞台で思いっきりさ。
叫んでるとこ見たいさんか。舞台の上でならね、クスノちゃん、私がここにいるんだって思いっきり叫んでいいんだよ。やってみたくない？だから本人の意思じゃなく無理やり引っ張り出すのは違うでしょ。人に言われてやるんじゃない、向いてるからやるんでもない、自分がそこに立ちたいから頑張れるんじゃない。分かってるもん。でも私が見たいんだもん。あんたのわがままに彼女を巻き込んじゃダメ。だってクスノちゃん絶対素敵だもん。それは私もそう思う。でも自分でやりたいって思わなきゃ女優はできないよ。お？おお、火事と喧嘩は江戸の花ですね。
なたは自分の言葉を持ってる。自分の声を持ってる。忘れないで。その命を本当にかけるべき場所を、ここで思い切り声を上げられたこと。ようこそ帝国歌劇団へ。はい。もう。え？